はいどうも、かしこチャンネルの海人と小林と。はいどうも、かしこチャンネルの海人と小林と。今日はですね、かしこチャンネルってバカの集まりみたいなのがあるじゃないですか。俺だけバカ人ですってる。それは間違いないんだけど、それ以外もなんかバカっぽいやん、基本やっとること。けどそうじゃないんだよと。俺たち、実は俺たち勉強できるんだよって。例外を省けば。お前そのいじりするためにさ、俺と一緒に通ってるさ。いい、もう喋らね。で、俺たちは違うと。勉強できるんだって、常識もあるし。で、今回はそれを証明しようということで、小中高の問題解いてみた。はい、ということで、あの問題を解いていくんですけど、はい、出題者お願いします。出題者です。はい、じゃあその出題者の人に問題を出していただくんですけど、まあ出題者のチョイスで適当、何が出るかわからん。まあ、とりあえず上、まあ、簡単の小学生の方の問題から。じゃあそれではやっていきましょう。あー、じゃあ1問目お願いします。1円玉、うん、5円玉、10円玉が合わせて20枚あります。合計70円にするにはそれぞれ何枚ずつになるでしょう。は？何枚？ご、え、いろんな組み合わせなき。合計何枚ですか？70円でしょ。合計70円。はいはいはい。え、こんな、これ小学生の問題じゃないよ、ちなみに。はい、もうわかりません。おい、見るなよ、絶対な。なるほどね。わかんない。中学入試で出るレベルの問題ですけど。中学入試ってことは頭良くね、これ。俺も一応高校の最初めっちゃ頭良かったから、そっからどんどん落ちてたけどね。これ連立方程式使わなと研究するんだけど。ねえ、むずいやん。あ、でも今思った。かっこいい。じゃあ小林から順に言っててください。答えは5円玉6枚、10円玉4枚。はい、違いますね。はい、違います。それぞれ使うんで。え、それですか。1円玉10枚、5円玉8枚、10円玉2枚。正解。はい、ありがとうございます。ね、それぞれ使っていけないやん。いや、言ってよ、それぞれ使ってって言った。あ、あと1分足りませんでした。で、ちなみにどうやって解いたかというと、1円玉、この70円ってことは、1円玉は5枚か10枚か15枚か20枚かって話やん。それ以外作れんから。で、それで各組み合わせを考えられるのをそれぞれやっていけばいけるよっていう。あ、やっぱり俺天才、やっぱり天才。1から9までの数字が書いてあるカードが1枚ずつあります。はい、これを A 君、B 君、C 君の3人に3枚ずつ配ったところ、うん、3人ともカードを足した合計の大きさが同じになりました。 A 君は1、B 君は2と4を持っていました。Cのカード3枚を答えてください。あ、了解了解了解しました。え、これ小学生の問題か。あと小学生の問題ではないわ、確かに。これ小2はやばいだろ。いけそう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 。カイ君がエロいことばっかり言ったんだけど。あ、ちょっと待って、完全に騙された。そんな組み合わせめっちゃ簡単だったこれ。さあ、カイ君からいこうか。小学校の問題。これ合ってるよね。 C を答えればいい。うん、 C の組み合わせ。 C は357。正解。はい、C357。はい、C357。 1から9を全部足したら45になるやん。全部一緒にするってことは割る3すれば15になるやん。そうそうそう。そしたら2、4の組み合わせが完全に出る。で、あとは1引いて14の組み合わせを探して入れて残り全部3つ出してるだけ。はい、はい、小学校じゃないです。小2じゃないです。これは小2。小2じゃきつい。多分俺の弟と剣士、俺の両親も剣。え、今のところ2ポイント、1ポイント、0ポイントだからね。今小2俺0ポイントだよ、今。3問目いこうか、3問目。小学2年生の問題です。はい、絶対2年生じゃねえよ。あなたは10段ある階段の上る前の状態にいます。はい、黙れ。3歩上がったら2歩下がるというルールで階段を上るとき、一番上の段に行くまで全部で何歩歩くでしょうか。はい、もう正直。あ、はい、質問質問。その何歩歩くのうち2歩下がるっていうのは歩くの数に入る。え、じゃあ、まだ、それ含めて2個出すわ、答えを頑張って。でさ、これ小学校に出されたら、学校嫌になっちゃう。お前が学校におったら俺は嫌になっとる、多分。どうやって一番上に歩くの？走るの？走るんですか、これは。歩くんですか？関係ねえし。もういい、確定した、行くよ。じゃあ誰から、じゃあ小林からお願いします。はい、30分、50分。おお。はい、30分、50分。もう簡単すぎだ、もうちょっとやめよう、この問題。答えは38歩です。なんで？はい、おいバカ、おいバカ、バカ、バカ、おいおい、なんで？こいつらめっちゃ簡単な常識使うとこ保存してたからね。僕も間違えてるけどね。少し解説いきます。一つずつ数えていっても解くことができますが、考え方としてまず押さえます。あ、うわ、そうだ。
3段上がって2段降りるイコール5歩ということ。うわ、これを上がったらいいのか。7回繰り返すと7段目に立ちます。でもね、上そうでもね、うわ8回繰り返してしまったら10段目まで行った後に2歩下がるところまでカウントしています。あ、そういうことか。1回でも行ったらいいってことだよ。うざ、正直じゃないわ。これはむずいな。ちょっとこれかきボールよりだ。もう次中学校はこの辺も、もっと単純な家でさ。問題、正の数とは何々のことである。適切な言葉や言葉を入れなさい。急にそういう系どういうこと。分かんない待って、分かんないんだけど。じゃあ小林からお願いします。正の数とはプラスのことで、それと正の数とは不正の数って言ってるようなもんや。0以上の数。あー、うざい。正解です。0以上の数、正解です。一緒や、言っとること。うわー、知らん。罰ゲーム、卓球おごりにしようか。卓球で終わりで。卓球おごり、はい、もうお前や。中学校2年生、はい、はい、5分の 2x か3y か数。ねえ、そういう問題待ってたの俺は。お前、そういう問題。これは何ですか。これ全員解けるな。そういう問題待ってたのよ。イコールゼロかよ。そう、イコールがないと解けんよ。いや、ないらしいです。イコールゼロかなんかない。ないです。いい、ないんだよ。お前らバカじゃないの、マジで。オッケー、もうみんなできた。はい、はい、じゃあ、カイ君からお願いします。 29x+41y。 あ、うわ、間違ったかも。 35分の29x+41y。 はい、19って書いちゃった。いやもうそれ間違いだから。計算ミスった。カイトが正解です。え、計算ミスった。せっかく取れたとこ 14+15=19 にしたの。計算ミスったわ。中学3年生の問題です。はい、読んでください。 3x+1 の、あ、カッコ 3x+1 の2乗引く2カッコ 2x 引く3カッコ閉じるかけるカッコ 2x+3 タバ閉じる。あ、いや、怖え。高2の夏休みの数学2点で怒られてるから、ね、そん時バカじゃねえかお前。今どんな気持ち。ドキドキしてるでしょ。ドキドキしてるんだろう。なあ、俺もドキドキしてるよ。じゃあ誰からいく？これ、はい、x 乗プラス 6x マイナス17。え？ x の2乗プラス 6x プラス19。え？はい。で、次は。5乗 9。x の2乗プラス30。誰が正解？回答です。あ、レベチレベチ。あ、マイナスあれだ。マイナスかけるマイナスプラスだ。やってる。そんなこと。あこれさ、これ解くと。これ2乗。これ2乗プラスなかったっけ？いや、そういう公式だったよ。二乗にくくれんやん、プラスとマイナスだから。中学生の方気をつけて、このマイナスかけるマイナスプラス、はい、これが正しい言い方ですよ、皆さん。頑張って解いてね。落ち着いて解くことが大事だよ。さっきの小林美のクズみたいなやつが頭の中で回るんだけど、ああいうのを落ち着いてさばく。ちょっと俺を反面教師していただきたい、みんな。次、高校の問題です。 3x2 乗の係数と次数はそれぞれいくらですか。はい、簡単。あ、え、こんな、なんか簡単ですね。でも早い、やっぱ文章問題です。はい、じゃあ係数3、次数0。え、次数0なの。2じゃないの。次数ってあの2のことじゃないの。小林くん正解。バカしいな、そっちか。次数ってそっちか。あ、実数ってそっちだった。ミスった。高校受験、こいつは高校受験、いや、裏ルート使って入ってます、こいつら。高校受験ってことはね、そういうことですよ。高校受験入りました。すごい喋るやん。すごい喋るやん。相談喋ったら、誰か縄文しすぎる問題の限界だと思う。息が続かって。今何ポイント？1ポイント、4ポイント、3ポイントか。正直、あ、じゃあ2ポイント。先生よく西田のこと事情って言っとったよね。あれめっちゃムカついたわ。クソ腹立つわね。D のこと D とか、H のこと H。右の図で BC ベクトル等しいベクトルをすべて答えなさい。ベクトルだ。ベクトルってベクトルってこれ長さもだっけ。ベクトルってよくスマブラでも使うよね。そう。なんかペク編するとか。書かなくてもいいかな。書かなくてもいいかな。適当に書く。何を言ったんだお前。最初の小学生の問題よりは簡単。うん、小学校のめっちゃ難しい。だから逆になってるから、どんどん一つ、ね、これ問題文の条件によるんだけど、いい頭ブラでいい。だからいく、小林からでいいじゃん。はい、うん、読み方わかんないけど FE AOOB、うん、そうそう、その一通りと FE だけ
だからこの AOOD が違う長さだったらベクトル一緒一進やん。いやベクトルやっぱ長さは、だって長さはさ一緒じゃなかったらベクトル違くない？いや分かんない、もう絶対違う。 答えは AOOD FE です。仲間が間違える姿つらいよ俺。何回間違えてる？お前が何回間違えとんねん。最終問題何ポイントです？東海オンエア式最終問題8兆ポイントで、ね、次ラストのポイントあの問題です。いきましょう。末尾の0の何？ゼロ、ゼロで末尾の0の何？あ、個数を求める。え、これさ、絶対公式よりだってさ、この100のあれ、そのまま計算したのがバカでしょ、さすがに。いや、公式はないけど、考え方があるんだって。ちょっと待って、忘れてまった。全員死ぬかもしれない。 100びっくりマーク。なんで会場だっけ、なんて言うんだよね。これ、電卓さえ使いたくなる。え、電卓あったらわかるんだけど、あの100のびっくりマークの計算の仕方がわかんない。俺もね、さすがに並に高校生活やってたわけじゃないんだからね。じゃあ、どれからいく？あ、俺からいきます、はい。7個なわけない、24個はい、20個カイト正解です。うわー、パワーゲームです。いや、素晴らしい。今日だからこれ多分6分の1の確率でこれ1個だけ当てた。100の 99×98× ってやっていくやん。で、大体90までは100と同じやん、大体。だから100の9乗って考えた。で、100の9乗で100の9乗したらこの数字になったって。この0の個数が大体20個ぐらいだったから、それに4ぐらいつけた。どんどんやってったら大体これぐらいかなと思って。しかもあと高校の時の答えの記憶っぽいのがあったから全然うわー、やったやった、俺の勝ちだ、お前らの負けだぞ。うわー、うわー、どぶ決定戦やる。2メートルの棒があります。これを5等分したうちの2つ分は何メートルか、分数で答えなさい。今、勉強、はい、はい、壊しはできそうだな、これは。いや、わかんない。え、なんであの計算ができてこれができるの。200m 棒があります。200m じゃないわ。すぎだろ。はい、いきます。はい、5分の4。最後の8。5分の4が正解です。まだ役目できるやん。マリオカフェだったの。そんなにお前はじゃあ、いや、なんかめっちゃ不安だった。俺もだったよ。ちょっと納得いかけた。確かに答えはな、同じだもんな。最後僕の勝ちです。カイト君が圧倒的な1位。ちょっとこれは腑に落ちるよ。ということで君はあのこの会議室台と卓球台すべて払ってます。これね、地味に簡単なんで編み出したけど、まあ、ということで皆さん凡ミスには気をつけてくださいね。みんなも小中高の数学の問題解いてみてください。意外に楽しいんで。あ、そっか。引いて2分の1。ではじゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。学年2の実力。